ああこのコンビニ弁当が悪いってやつですねこれ本当なんですかねなんでいつもコンビニ弁当が悪いっていう発想になるんですかねよくねコンビニ弁当とかコンビニで買ってきたパンとかをね野ざらしにしておいてその一週間経っても二週間経ってもカビが生えませんでしたとか言う人いるでしょあれどう思いますなんか腐らない薬剤みたいなのにつけてるから だからカビが入るのが遅いとかって思ってませんか思わされてませんかあのコンビニのね弁当工場とか行ってもらいたいんですよ完全無菌状態ですこう手袋してね目しか出してないよねこういうふうなドモルリングみたいな格好でみんな作業してるわけですよつまり無菌状態で作業してるんですよ無菌状態で作業して無菌状態でパッケージして配送して店舗に送って店舗では大体いいあれでしょ8時間とか12時間したら廃棄するわけでしょ そのぐらい衛生管理徹底してるんですよ。で、無菌状態で作られたもんだから菌がついてないから、それはね、その辺に置いといても菌がないわけですから。それはなかなかカビ生えないですよ。無菌なんで。でも、そうじゃないところから持ってきたものって菌がそこそこついてるんで、もうね、劣化が始まるんですよ。買ってきた瞬間に。で、その辺に野ざらしにしておいたら、もうもうカビ生えてきますよ。だからね、とりわけ変な薬剤が使われてるから、 腐らなないいいととかって問題じゃないと思いますよ、うん、特に無菌状態であったり衛生管理すごく徹底したりとかねあとコンビニって多分ね日本の業界一番予算投入して商品開発とか健康対策とか衛生対象をしてると思うんですよ、うん、だからコンビニの弁当が悪いってことはないと思いますね基本的には最もクリーンなんじゃないですかだけどもコンビニ弁当ってのは例えばハンバーグ弁当買うじゃないですか唐揚げ弁当を買うじゃないですか で、唐揚げとかハンバーグがメインに入ってるけどもお米が入っていてあとは気持ち程度彩り程度のパセリとかでしょだからバランス圧倒的に悪いですよ炭水化物だらけみたいなねでそれでお腹いっぱいになって済ましちゃうからよくないんじゃないですかねそういうものばっかり食べてたらうんやっぱりね 30品目ぐらい取っていくとか足りない部分はちゃんとサプリメントで補填していくとかってしてコンビニ弁当も食べるんだけども全体のバランスを取っていくってことをしないとそれは体に悪くって体を壊した原因がねコンビニ弁当だっていうふうな論調にもう乗ってしまうんじゃないかなと思うんですよどうですかねうんあちなみにねなんかプロボクサーの竹原さんってボクシングで世界チャンピオンになったんですけどもなんかいつもねコンビニのおにぎりとか サラダとか食べてたら失せね。<laughs> 面白いですね。